ハードオフ大好き親父でございます。お待ちになられていた皆様、何人いるか分かりませんがお待たせしました。ついに私こちら新店舗にやってきました。オープンはねまだまだ11月8日グランドオープンってことなんでまだまだなんですけども、どういう感じなのかっていうのをねお届けしたくて、しかしなかなか来れなくて、しかしやっと来れたのでちょっとね撮っていこうと思います。それではスタート。はい、駐車場の方はね割と広い駐車場ですよ。何台止められるかなというぐらいのね、何の情報にもなってないですけど、以前ねツタヤだとかあと本屋さんがあったところの敷地をね使って、お店が出ておりますの、おりますので、かなりねでも駐車場は広くなってます。ちょっと交通量がねそこそこあるので、車を入れる方向によってはね入りやすかったり入りづらかったり出やすかったり出づらかったりはあると思うんですけども、まあちょっとね嬉しい限りでございます。もうちょっと近づいてみます。ここねもう後ろ向くとねブックオフなんかもあったりするし、さらにね、ブックオフより先に行くとねハードオフなんかもあったりするんでね、そしてここをまっすぐ行くとゲオがあったりもするんでね、なかなかいい立地にできたんではないかなと思います。はい、ハードオフ、オフハウス、ホビーオフとね3店舗入るってことでね、これも一つ楽しみですね。一応ねフィットネスジムなんかも入ってるということなので、2階がもうフィットネスなのかな。だから1階の敷地でどれだけの広さがあるかはわからないんですけど、私は本屋さん行ったことあるんで敷地の広さはそれなりにはわかるんですけど、1階フロアにて、いや待ち遠しいですな。やっぱりね新店舗は嬉しい。10月25日金曜日買取スタート、11月8日がねグランドオープンってことなんで、私はねまあ、オープン日にはまあ混むと思うんで来れないと思うんですけど、また1ヶ月ぐらいずらしてね、顔を出せればいいかなというふうには思ってます。中ではねいろいろ搬送されてますね。お店の方なんかも働いておられます。反対側に行ってみようか。まあ、結構でもね中も広いので、どんぐらいかな、フレスポイ投げよりはちょっと狭いのかな。まあ、フレスポ稲毛を言って、あ、でも千葉の人にお届けしてるからな、基本的にはな。まあちょっと、まあ来てのお楽しみってところですね。ちょっと下見に来るのも楽しいかなと思います。買い取りがね、スタートしちゃえば中には入れると思うのでね、まあ、ちょっと中を見に来るのもいいのかなというふうには思ってます。まあ短いですけどね、こんな感じですね。オープン日。はい、11月8日ってことでね、楽しみに待ちたいと思います。よし、それではねちょっとゲオに向かいます。欲しいゲームが売ってるはずなので、在庫はしっかりあるとアプリではね、ただ店舗確認をしていないので、よくね、商品ありますよってアプリとか出てても、その商品がね、品切れになってたりとかっていうこともありますので、まあないかもしれない。でも私はあえて確認しない。なぜなら、どっちみちこっちには来たかったから、このハードオフを見にね、新店。あ、横面取ればよかったな。まあでも今ちょっと見れたかな。いやー、いいなぁ。だいぶ涼しい、今は太陽が隠れてるんでだいぶ涼しくなってきてるし、まあ、ドライブ日和になってくるかなこれからはね。でもガソリン高かったからな。ちょっと混んでますわね。やっと進み始めた。とはいえもうゲオは近いのですぐ着きます。いやー
るといいな。まあ、アプリ上在庫があるって書いてあるから、まあ、あることを期待しつつ、どこに止めようかな。あそこでいっか。まっすぐ行っちゃいます。はい、到着しました。動画はここまでにしたいと思います。ハードオフお楽しみに。